い、皆さんおはようございます。マサルチャンネルの時間がやってまいりました。それではですね、前回の続きからやっていこうと思います。沿岸のコテージ編ですけど、今回で、パート3となります。で、このパート3をもちましてですね、こちらのロケーションの建築は終了となります。それではですね、早速ですね、施設内、居住地内をですね、回りながら、ご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ですね、でもですね、前回のパート2でほとんど回っちゃったので、もうほとんど変わり映えしないんですけどね、まあ完成しましたということでですね、皆さんにですね、改めて、私の総括もありますのでですね、創業総括もありますので、それも合わせてですね、ご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ですね、ちょっとその前にですね、皆さん、ちょっと地面の草とかですね、ちょっと皆さん見ていただきたいんですけど、色がですね、緑鮮やかな感じになってますよね。これ普通の、枯れ草みたいな感じじゃないと思うんですけど、これですね、実はモッドをまた導入しまして、環境モッドなんですけどね、ですね、モッド名がですね、アーリーフォールグラスっていう名前なんですけど、これはですね、要するに緑化モッドですね、緑をよりなんですかね、もう自然に近づけるではないんですけど、要するに緑色の強調してより映えるようにするためのモッドでですね、パフォーマンスにもそんなに負荷がかからないようなので、私ではちょっと早速導入してみようと思いましてですね、導入させていただきました。するとですね、かなりやっぱり雰囲気が変わりますね。こんだけ緑になるだけで、緑がこんなしっかりですね、出るだけでだいぶこんな変わるっていうのはですね、なかなかやっぱり入れてよかったなと思いますね。で、またこう施設内を回っていくとですね、作物の色とかも変わっていますので、すごい面白いなと思うかもしれないんでですね、さあ早速見ていきましょうかね。はい、ですね、こちらですね、だいたい沿岸のコテージにですね、ファーストトラベルするとですね、だいたいどこだったかな、ここに着くんだったかな、あの辺で着くんですけどね、もうちょっと上だったかもしれないですけど、着くんですよね。で、ここのですね、左右両面にですね、両方にですね、両面じゃない、左右にですね、右左にですね、3つ目の像を掲げてます。まあちょっとしたもんというような感じで、私は一応設定してますけどね。そしてですね、ロボットがですね、居住地内はたくさんいるんですけど、向こうのですね、工場見えますかね、工場とか、こっちの方にですね、敵が湧いてきてですね、ロボットが積極的に攻撃に出ちゃって、みんな向こう行っちゃってるんですよね。だから半分以上は向こうにうろちょろうろちょろしてるんですけどね、こっちに戻ってこいと思うんですけど、なかなか戻ってこないですねはい、で、ここはですね、結構敵襲も多いので防御面は怠らないようにしないといけませんね。というわけで、このタレットをですね、とりあえずつけてます。で、タレットは基本としては、なるべくなら地面とかに置くんじゃなくて、ああいう風に台を作ってやって、その上に置くと効果的ですね。要するに狙いがつきやすくなってですね、結構タレットの、効率よくなるので、それはおすすめですね。まあ、地面に置いてもいいんですよ、置いてもいいんですけど、その私はなるべくそのあれしてます、こういう風に高いところに置くようにしてますね、一段で。これもレーザーグレインなんですけどね、色がちょっと緑色が強くなって、変わってますね。だいぶ普通の草とはもう変わらないような感じするんですけど、これちゃんとレーザーグレインですね。で、また相変わらずですね、光の確保と光源の確保ということで、この空いてる、床の下にはこういう風にですね、工業用のスタンド式ライトを置いてます。こちらも同様ですね。じゃあ行きましょう。で、こちらもですね、一応まあ下から来る人を照らすような感じで、道を照らすような感じで、これもライトを立ててます、2基で。ここは監視塔ですね、ガードタワーをつけて監視してもらってますね。で、ここ回っていきましょうかね。今のですね、ここのロケーション内の状況はこういう風になってますね。十分水も食料も、電力も防御地も寝床も足りてるのでだいぶいいんですけど、満足度が下がってますね。これおそらく人造人間が紛れ込んでる可能性あるかもしれませんね。ちょっとわからないんですけどね。で、こういきますね。ここがですね、ワークショップがあるとこですね。ここはですね、まあ、ワークショップはあんまり重要じゃないって言ったらあれですけど、あんまりここで関係ないですけどね。これは人口管理システムですね。なんか人造人間がいじくってますけど。で、スカベンジングステーション、スカベンジングをしていただく、もらうための棚ですね、置いてます。まあ、ここはちょっとベッドを置く、まあ、置く必要はなかったんですけどね、ちょっと置いてみました。で、こっち行きますね。
なるべくこう敷地内はですね、こういろいろとこう作物を結構植えれる分は植えてますね。でジェネレーターですね、核融合のジェネレーターをつけて、こっちのあのライトに通すようにしてますね。そしてここが作業台ですね。アーマー作業台に武器作業台、でケミストリーステーションとなります。何ですか。でここはあのあれですね、キャラバンの、休息所というか停留所というかそんな感じですね。できます。うん、やっぱいいですね、緑にしてよかったな、こんだけ綺麗で。でここら辺結構暗いのでライトをですねちょこちょここういう風につけたりしてますね。でこっち行きますね。ここはですね犬が2匹います。でゴリラ1匹、仲良くやってるみたいですけどね。はい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 、こんにちは。でここはですねちょっとあんまり私の感覚では使いようがなかったので、とりあえず今回はですねここら辺はもうあのクッキングステーションを置いたりとか、こうソファーを、まあ、ちゃんと簡単ですけど2つ置いたりとかですね、そんぐらいにしてて、あんまり打ち食ってないですね。でここなんか意味不明な洞窟があるんですけど、まあ、洞窟の中にはですね、まあ、一応この焚き火を置いて、それを囲むよっていうか、まあ、それを前にしてですね、こういうふうに椅子を 3脚置いてですね、まあ、なんか作業に疲れた人はここで休んでくださいっていうような脳内設定にしてます。はい、では行きましょうかね。あります、あります。そしてこっち行きましょう。どこに台本置いたっけ。ですね、じゃあこちらですね、こちらあの前回でもご紹介しましたけど、あのタレットの、タレット台ですね。で置いた理由は、こっち側からも敵が来る場合があるので、それに対処するために置きました。まあ、こんだけがっつり置いとけばですね、もうよっぽどのことないと負けることはないですけどね、というような感じで置きましたね。じゃあこっち行きましょうかね。そしてこれはですねウォーターポンプですね。ちゃんと水も溜まってるようです。よろしいよろしい。でこれは給水塔ですね。でこちらはですね男性用のトイレですね、商用トイレです。これだけボンと置いてたと思うんですけど、ちょっと作り直してですね、ちゃんと土台を置いてその上に置くようにしました。でこっち行きましょうかね。その周りやっぱ綺麗やな、緑で。入れてよかったな、このモッド。で、こちらお風呂ですね。開けますね。で、これはまあ、あれですね。洋式トイレ。で、これはソファーですね。で、こちらはですね、一応お風呂なんですけど、私のその予想像というか、まあ、設定ではですね、露天風呂みたいな感じです。向こうの海が眺めるようにしたかったんですけどね。まあ、ちょっと、ここのテラスの、あれがありますので、この、何ですかね。ガードが、ガードレールじゃないや、これありますので、ちょっとですね、まあ、あれなんですけど、まあ、そういう雰囲気を出したかったっていうことでですね、ちょっとご了承いただければと思います。じゃあ、閉めます、ここ。こっちですね。今日も一日激務よ。一生同じ。で、ここら辺はですね、まあ、ここら辺もですね、まあ、こういう風に作物植えたりとかはしてるんですね。まあ植えれる分だけですけど、人参植えたりとかなんとかしてるんですけどね。こういう風にやってます。で、ここは犬小屋ですね。で、向こうは。わあ、綺麗やなぁ。いいなぁ。で、あそこにゴリラがいたりとかするんですけどね。こっち戻ってきてほしいですね、あの人たちは。綺麗ですね。わあ、いいわ。やっぱ緑化モッドっていいですね。綺麗になるわ。本当に。雰囲気はですね、やっぱガラッと変わりますので、まあ、通常のですね、景色に飽きた方はですね、導入されることをぜひお勧めします。で、こちらですね。こちらベッドですね。ここは本当にもう単純に寝るとこだけですね。ベッドをどんって置いて、るだけですね。で、こっちです。これジュークボックスですけど、今消してます。で、ヌカワールドのマスコットキャラクターですね。で、ここにもしれっといます。ここにもしれっと。で、これはモグラ叩きなんですけど、私が必死で殴りつけていたモグラ叩きのゲームですね。で、これはですね、アトミックローラーズって言って、あの中に多分、ボールを投げ入れ て得点競うやつなんですけど、すいません、ボールがですね、なくて、ちょっとただ置いてるだけになっちゃったんですけどね。まあ、ここは娯楽室っていう感じでしてます。で、まあ、ここで遊んでくださいねっていう感じで、私は一応設定はしてます。そして、こちらですね。2階か。ここは、お店ですけど、ここはまだちょっと配置されてないんじゃないかな。
ここですね、この、ですね、3店舗はですね、まだちょっと人がいないので、配置されてないので、これちょっと配置はしてみようと思います。で、ここはですね、夜になると相変わらず賑わいますね。ここでみんな食事食べたりしたりとか、なんか座ってくつろいだりとかしますね。で、3階に行きます。3階はトレーニングルームですね。で、このボルトガールとボルトボーイの像なんですけど、まあ一応サンドバッグ代わりに置いてます、これは。はい。まあ特に、また移動できて嬉しい。こういう感じで。家にいる時よりも髪の切り傷少なかった。こういう感じで。体鍛えてくださいと。身につめに弱者はいらんけですね。こうやって鍛えてもらって。うん、こういう感じですね。で、トレーニング疲れた人は、ここで、くつろぐか、まあ、こっちのソファーですね。両脇に置いてあるソファーでくつろぐかしてくださいと。で、まあ、勝手にこうね、バーベルが上下してますけどね。まあ、ここはですね、ちょっと心霊現象が多発するとこなので、こういうふうにですね、目に見えない何かの存在がですね、こういうのトレーニングしてるっていうことですね。まあ、こういうこともですね、この世界では日常茶飯事なので、あんまり気にしてないですけどね。こういう感じでですね、一応ちょっと、3階建てですかね、にして、ちょっといろいろ書いてみました。場所によってですね。1階はその寝るとこ、2階はそのお店、娯楽室。で、3階はお店。で、4階はトレーニングルームっていう感じで、一応ちょっと分けて作ってみました。そうですね、大体こんな感じなんですけどね、あんまりこう、そこまで、凝った作りは私はあんまりしないんでですね、まあ、変わり映えがないって言ったら変わり映えがないんですけど、まあですね、何かしらこういろいろですね、まあ、ご参考っていうか少ししていただければですね、大変、ありがたい限りです。で、せっかくなんで、ラジオフリーダムでもつけときますか。こんな感じですね。大体沿岸のコテージはですね、建築してみました。で、ここのですね、総括っていうか、私のこの建築した感想としてはですね、なんか土地がちょっと特徴的なんで、ちょっと建てにくいかなっていう印象はあるんですね。で、こういう風に洞窟があったりとか、朽ち果てたこのボロボロのこう小屋の残骸があったりとかですね、ここはするんでですね、ここら辺は狭いんですけど、こっちに行くとですね、土地は広くないですけど、垂直、こう上下ですね、上に関してはすごい広いですので、私が常々、ね、お話ししてますけど、高さを生かした建築をするとですね、だいぶ変わると思います。建てやすくなると思いますね。やっぱりクラフトに全般に言えるんですけど、平面をですね、生かせる土地っていうのは少ないですね。サンクチュアリと、あそこどこだ、サンクチュアリとグラッドですね、ここだ、のど上げ道じゃない、どこだ、これ、どこだ、ルッケの館じゃないよ、あら、どこ行ったかな、スペクトラルアイランドっていうのがあるんですけどね、あら、どこ行った、スペクトラルアイランドないのかな、解放してなかったかな、スペクトラルアイランドっていうのはここら辺に確かあったんですけどね、ここだったかな、ここにあるはずなんですけど、そこが一番広くて、2番目がサンクチュアリですね、最初の居住地の。そこが2番目広いので、あそこぐらいですよね、平面立てても余裕があるっていうのは。で、他の居住地はですね、大体あんまり広くないので、だからそう、やっぱり上にですね、2階、3階、4階、5階というですね、立てていくような建築をですね、されていくとですね、だいぶ建てやすくなると思います。で、その中でですね、まあ、空いたスペースを見つけては、なんかいろいろ置いたりするのもいいかもしれないですね。っていう感じでですね、だいたい建築、ここのですね、沿岸のコテージの建築は、パート3をもちましてですね、完登させていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですね、前回ちょっとお話ししてましたけど、こちらですね、キングスポート灯台っていうところなんですけどね、こちらのですね、建築に取り掛かりたいと思います。
ですね、こちらはですね、またここの沿岸のコテージと似たような環境なんですよね。で、土地はそんなに広くないです。で、やっぱりそこのですね、キングスポート灯台にもやはり、高い建築ですね、高さを生かす建築をすることがやっぱり一つのポイントかなというふうに私は感じております。ただですね、ここはですね、海の方に結構土地が広く使えるあれがあるので、そこをうまく使うと結構面白いかなと思いますね。まあ、それはですね、俺はまたここ建築始めた時にですね、いろいろお話ししながら、進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回のですね、マサルチャンネルでお会いしましょう。それでは失礼いたします。良い一日を。